はい、始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンド2022年11月7日月曜日。皆さんいかがお過ごしでしょうか。吉澤浩一でございます。はい、ということですね。今日はプレミアム公開。先日もうこちらの方でライブしたものをですね、FUG ファミリーの近藤無線がですね、上手に編集して、いただきまして、何度も同じこと話をしておりますが、必ずね、その動画にたどり着けるとは思いませんので、重ねて、何度も話して、この話もう知ってるよってなるかもしれないんですけど、暗唱して話せるくらいまで、こう、事実的なことですからね、腹落ちしていた、してもらえれば一番いいなと思っております。そういう中でのお話をさせていただきました。FUG ではですね、いつも、ベースとなる考え方っていうのを、まあ、要は FEG という吉田ですね。吉田がベースとなるサッカーの考え方っていうのをですね、伝えていきたいなと思っておりますが、これもちろん、これは私の考えでございまして、私だけではないですけどね、同じような考えを持っている方もいるんですが、必ずしもその考えは全てでございません。いやいや、お前が言ってることって違うよって全然問題ないんです。ね、いつも言うんですけど、はい、ね。非難と批判は別でございますから、ね、これ非難じゃなく批判は全然構わないです、ね、なのでお前の考えは違うよって、俺はこう思ってるよって、構いません。でもちろん意見をぶつけることぶつけないこと、これは自由なんですね。意見をぶつけて、みんなで議論して、正しく議論をしてですね、議論とはそういうものだと思うんですけどね、そこで何かいいものを見出していけたらいいなと考えております、吉田はね。そして、まあ、浦和レッズと長く付き合っておりますが、また、もちろん J リーグとも長く付き合っておりますが、長く付き合っていると見えることがたくさんあるんですね。ですので、そういうところをですね、皆さんと共有していければいいのかなと思っております。まあ、最初の方に、ね、最初コメントを入れるときは簡単な挨拶をお願いします。大人のライブですので、丁寧な言葉でやりましょう。なんかね、こう、ネット界特有の慣れ慣れしさってあるんですけど、いや、いいんです。全然いいんです。で、いいんですけれど、わびさびがあるので、シリアスなことを言うときはね、どちらかって言ったら、丁寧な方がいいと思うんですね。シリアスの中で、こう、少しウィットな部分は、ふざけてというかね、そういった感じで見えたり、見えなかったり。応援のわびさびみたいなものだと思うんですよ。なので、そんな風にやっていったら面白いと思うんですね。ですから、私にもどんどん突っ込んでください。突っ込まれてなんぼでございます。ね。いじっていただいてなんぼだと思います。いじられたら美味しいなと思う方ですから。パゲちゃん、どうもこんにちは。吉田さん、皆さん、こんにちは。今日もよろしくお願いします。ともさん、こんにちは。吉田さん、ファミリーの皆さん、本日もよろしくお願いいたします。ともさん。残り5試合の予想、見事に、当てましたね。1勝2分け2敗と。素晴らしい。何かいいものが届きますよ。首を長くして待ってていただければなと思います。アキラ、皆様こんにちは。先日ありがとうございました。早速昨日いただいたね、長野といえば唐辛子でございますが、私の妻が大喜びしておりましたわ。もちろん私も大喜びしております。ありがとう。そしてね、J3。うん。素敵ですよね。これは日本でもやっとそうなってきたかなと思うんですが、ヨーロッパだけじゃないです。世界でですね、人気チームってあるんですよ。人気チーム。まあ、今、アルゼンチンの話しましょうか。じゃあ、アルゼンチンであれば、ブエノスアイレスに、たくさんのチームがあるんですが、その中でも、ボカジュニオルス、そして、リベルプレート、この2チームは日強でございます。ね、地方のに住んでいる、アルゼンチン、アルヘンティーナもですね、この2チームどちらかが好きみたいな感じなんですよね。ですが、自分のチームも好きだよ。これはイングランドでも同じです。ね、都市部の、俺は南部なんだけど、ロンドンのスパーツが好きなんだよと。チェルシーが好きなんだよとか、あるいは、レッツが好きなんだよ、ね、リバプールが好きなんだよ、
マンチェスターユナイテッドが好きなんだよみたいなことであるんですよ。でも自分の町にもクラブがある。それが4部かもしれない、3部かもしれないが好きだけど、それとはもう一つビッグクラブ好きなんだよって。アキラはもうまさにそういう感じですね。長野パルセーロという自分のクラブがあって、そして浦和レッズというまた自分のクラブがある。素敵だと思います。最高。お土産本当ありがとうございました。そして松下さん、残念ながら5位。ね、残念ながら5位。最後に、鹿島アントラーズにまくられてしまいました。ですが、今シーズンのね、セレッソ大阪というのは、我々浦和に住んでる者、そして浦和レッズを愛する者にとってみればですね、最も強いチームだったんじゃないかなと思います。来年もですね、頑張って、大阪の方に行って、次こそ淀港で勝つ浦和レッズを見たいなと思っております。浜松レッズは久しぶりですね。皆さんこんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋山さん、吉田さん、皆さんこんにちは。ちょっとだけ拝見して残りは後ほどということでよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。そしてノリックさん、こんにちは。吉田さん、皆さんよろしくお願いします。こんにちは。小手谷さん、吉田さん、皆さんこんにちは。本日もよろしくお願いします。いつもお世話になっております。そしてコンドーム戦、こんにちはということですね。直近はですね、ショート動画、そして、編集動画ですね。私のライブ自体が毎回1時間を超える、まあ、長い動画となっておりますので、それをかいつまんでですね、編集してくれるということで、編集して今もらってですね、送ってきてもらってるんですけど、とても評判がいいですね。で、自分自身も見てですね、矢継ぎ早に自分が喋るので、実際そんなことないです。実際はそんなことないです。それを矢継ぎ早に話すようにして、人が離脱しないように動画を作ってくれるコンドーム戦のクリエイティブな能力、すごく素晴らしいと思います。何かね、私、コンドーム戦にお礼をしたいなと思っておりますが、相談しながら決めましょうか。食事でもいいね。食事しようか。こっち来た時に。大久保さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。富山はどんな天気でしょうか。ジェットンさん、こんにちは。よろしくお願いいたします。週末の試合で相模原は J3 の一番下を打ってしまいました。あと2節、いわき FC、松本と厳しい状況が続きますが、頑張ってほしいです。ねえ。その J3 の一番下っていうのは、それ以上落ちないんですよ。でもね、だからこそ、痺れますよね。って思いますよね。そんな気持ちをまた聞かせてもらえればなと思います。あとさん、ありがとうございます。楽しみにします。楽しみにしてください。ちょっと時間かかると思いますけど。浜松レッズさん、静岡県内は大変なことになっております。もしよかったら新聞の様子とかですね、聞かせてもらえたらいいなと思いますね。そうですよ。静岡県、来年は J1 ございません。で、先にね、ちょっと話すると、どうも中山雅史さん、権中山さんが次の監督になるということですね。まさに私が最近話している話の中では、すごく楽しみでございます。権中山、中山雅史さんがビッグ、大監督になるかならないか、その一歩を踏み出す、それがジュビロ磐田で、J2。何を言いたいかというとですね、これはネルシーの長谷川健太と。ね、この二人しか成し遂げてない J2 優勝、そして J1 優勝のチャンスが、ゴン中山にはあるということですね。そして就任年にぜひやってもらいたい J2 優勝。就任年の優勝。これは、正直なところ、すごく期待しております。期待しておりますというのは、J リーグの法則にのっとって考えると、あるんじゃないかなと思います。ちなみに、これは30年の歴史の中なので、ね、30年の歴史の中なので、皆さん気がついてないかもしれませんが、最初に達成した人がいるんですけど、まあ、ちょっとそれは後にしましょう。後にしましょう。カズバルッツさん。吉田さん、皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。カズさん、よかったですね。お子さんがね、エスコートキッズで、最終戦、秋元選手と一緒に、肩を組んで、入場するって。一生の思い出になりますしね。そして、このピッチ、サッカー選手になって、埼玉スタジアムで駆け
巡る息子さん見てみたいですね。こんにちは。これから出勤なので帰宅したらアーカイブのお世話になります。先にポチッとして、押して仕事行っていきます。いってらっしゃい。お気をつけて。こんにちは。よろしくお願いします。お昼食べながら視聴いたします。切り抜き配信はポイントをきちんと捉えていてよかったと思います。優勝監督の話は数字も上げて説得力あります。そうなんですよね。もう近藤無線の能力ばかりが際立つ。私のトーク力よりもですね、近藤無線の、編集能力が際立っている、そう思っていただければなと。皆さんも楽しんでですね、ここの部分面白かったよなんていうのがあったらですね、コメント欄に切り抜いて入れといていただければですね、そこを見逃さないでコメントを入れていきたいなと思いますし、そこをフォーカスしてまたテーマにしていければなと思っております。そしてみつる、こんにちは、お世話になりますということで、よろしくお願いします。さあ皆さんの挨拶ね、できる限り読んでいきたいと思っておりますので、たくさんコメントいただければなと思います。また今日本日も楽しいお昼休みに皆さんしていただければなと思います。 J リーグ第一世代に送る YouTube サッカー YouTube チャンネルでございます。それではオープニング、はい、ということですね。オープニング聞いていただきました。レッツゴー、フットボールタイム進めていきたいと思います。カズさん、ありがとうございます。嫁の推しが秋元だったこともあり、大変記憶に残る日となりました。よかったですね。本当に記憶に残りますからね。今年の J2、J3 も監督就任1年目で優勝しますね。ナイス！ナイス！そうなんですよ。みんなね、時間は関係ないんですよ。気にしないでください。時間は関係ないんです。みんなが覚えればどういうことかってわかるんです。監督解任に関しての、また改めてね、シーズン途中への就任に対しても、あまりストレスなくなると思いますよ。今この状態がどういう状況なのか、これ良くないなと。長く引っ張っていい状況は生まれないんですよ。もちろん、浦和レッズの歴史の中で、開始から連敗を続いて、その後にチーム力を上げていく、そんな状況もありました。これは95年なんかまさにそうですよね。同じような選手、ほぼ同じ選手がやってるのに、1年目、2年目整理できなかったんですよ。森さん、横山さん、この日本代表の監督をやられたこのお二方を持ってもですね、なかなかうまくいかなかった。これはね、実際にはね、現場だけでないところの問題も抱えていましたよね。いわゆる資本的な部分をどれだけ、資金をどれだけそこに投下してもらえるのかと。エスクデロ一族のね、最初に来日したオスバルト・エスクデロさん、ピッチですね。ピッチが J リーグでプレーできなかったのはまさにそこです。給料の問題ですね。他のチームは出してる金額が売られず、出せなかったんじゃなくて出してもらえなかった。ここが重要なんですよね。出せるのに出してもらえなかった。どうですかね。健太さん、吉田さん、皆さん、こんにちは。よろしくお願い申し上げます。よろしくお願いします。ジェットさん、切り抜き配信見てから来ました。ミシャと早々に契約した札幌は来シーズンも一緒かないということで、OK かな ?OK でございます。どう思う？なぜかって言ったら、まず、ミハイロ・ペトルビッチ監督、17年目なのかな ?18 年目なのかな日本で。優勝したのは J2 で1回だけです。つまり J2 の優勝の1回っていうことは、まあ見ることはできるんですが、あまりにも長くやってますので、ミハイロ・ペトロビッチ監督が優勝するということ自体が、前例がない形になりますし、また恒例を作るにしても、長く監督をやってることで、さっきも言ったように4年を超えて監督、就任から4年を超えた監督が優勝したことはないんですよ、J リーグ。それを考えるっていうのは、まあ実は違う要素があって、これは、新しいテーマで取り上げたいんですけど、これはね、土曜日に、元東福岡で高校3冠、
経験者、連覇を達成した経験者の千代丹田さんですね。筑波大学、その後はまあアルビレックス、名古屋グランパス、アルビレックス、そしてアル、アビスパ福岡かな、そういったチームでプレーして、現在アサヒビールで、お仕事されているんですけど、千代丹田さんと話してすごく面白かったです。一緒の時間を共有させていただいて、すごい感謝で、また機会があれば FUG にもですね、出ていただければなと思っておりますので、そこはちょっとオファーしたいと思っております。ですが、まあ、簡単に何を言いたいかっていうと、千代丹田さんがおっしゃってたのはですね、高校サッカーの監督は絶対だと。プロのチームの監督は絶対であるけど絶対ではない。何言ってんだってなるけれど。いや、すごく深いんですよ。これはどうしてか。これは掘り下げたものを、一つのテーマとしてやっていきたいと思いますので、少しお待ちください。まあ、こういう時はね、バッテンとかにも話聞けますしね。とても、バッテン、ここに出るかな。磯貝博美さんね。という、非常にそういうところでは、興味深い話になりますので、覚えておいてくれればなと思います。NN さん、こんにちは。最終節、お疲れ様です。心臓復帰、岩尾完全移籍、決定的ですかね。岩木 FC、とても興味深いです。あの素敵なクラブハウス、一度見に行ってみたいです。うん、そうですね。母さん、ユンカのツイッターを見て、チーム内で問題があったことを、ツイッター見なくてもわかるでしょ。あれで、勝てなくなるのかなと思いました。チームが崩壊する典型でしたかね。あまりツイッターばかりにとらわれない方がいいと思います。ツイッターは、非常に短い言葉でのやり取りで悪くはないですよ。すごく悪くはないです。特に災害とかにも強いですし、すごく緊急性とかにはいいんですけど、ツイッター民は、同じ話ばかりを見るようになりますからね。なんで広く構えて、いろんなものを見といた方がいいと思います。でもまあ、キャスパーはそれでも、丁寧にしてたと思いますよ。言いたいことも噛み殺してたと思いますし。うん、それキャスパーだけじゃないです。他の選手も。吉田さん、ファミリーの皆さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。キーさん、よろしくお願いします。松下さん、仕事に行ってきます。後で見ます。承知しました。秋山さん、さあ、そろそろ会社に行ってまいります。また、後ほど拝見します。さあ、さっき言いかけたね、ゴン中山さんの話からのことなんですけれど、実はね、最初に前例がなくてそれを成し遂げた人シリーズなんですけど、もちろんそれはオリベイラ監督の3冠とかもそうですが、2006年、ギド・ブフバルト監督、ギドさんですね。ギドさんが成し遂げたことというのは、元 J リーガーで初めての優勝監督になったってことですね。後に、ストイコビッチさん、ね。ピクシーことストイコビッチさん、そして森安はじめさん、長谷川健太さん、鬼木徹さん、ね、こうした面々、あと石井正さんもそうですね、優勝監督になっております。久々にですね、今年、ケビン・マスカットさんなんですけど、J リーガーでない方が優勝しました。2010年代っていうのはまさにですね、そういった、元 J リーガーの方が大活躍した J リーグだったのかなと思います。その中でですね、長谷川健太さん、この法則的な話をしていくとですね、J2 で監督、もし、ゴン中山さんがこれ就任が本当に決定しましたら、就任年が J2 で、筑波大学出身。長谷川健太さんと同じじゃないですか。なんかそんな風にして法則を見つけていったら面白いかなと僕は思っているんですけど、皆さんどうでしょうかね。楽しくないですか。サッカーね、エモーショナルなスポーツってよく言うんですけど、ストレスがすごく溜まるスポーツです。これも事実です。それは当たり前ですよ。手を扱っちゃいけないんですよ、ね、世の中で手を扱っちゃいけないものってそうそうないんですよ。その中で手を使っちゃいけない。まあ、一人だけ使いますけれど。まあ、一人だけっていうかね、ピッチの中で一人だけ。スローインの時は、それもスローインの時に手で投げるっていうのも面白いんですよね。うん。そうじゃなくても、それは足で扱うっていう、ちょっとこう、
やっぱ考えれば面白いんですよ。稀なスポーツですね。ストレス溜まりますよ。手で動かすんじゃないんですから。はい。でも本当にそういうストレスが溜まるんですけど、いかにストレスを軽減していくか。ね。あるいはそのストレスをプラスに作用させていくか。これもサッカーの醍醐味だと思います。そういう中で、まあ僕はね、サッカー監督のスポーツだってよく言ってますけれど、どうしてそんなことを言うようになったかと。まあもちろん言う人がいたんですけれど、自分がね、過去に教わってきた指導者の中の人でもこう言いました。サッカーは世界で一番ルールが少ないスポーツだと。そして、ね、野球を見てみろ。打ったら右に走んなきゃいけない。絶対だ。左に走ることはないんだ。右に走んなきゃいけない。ね。そして、ほとんど、ね、守備に回っても、右にボール投げるだろう。まあ確かにそうですね。まあ左に投げることもなくはないんですけど、まあ、右に投げるんですよ。あ、すみません。左に投げるんですよ。失礼しました。左に投げるんです。大体は。一塁に投げるから。ね。まあ、あとはテーブルとかネット越しのスポーツっていうのはまた特殊なんですけど、サッカー、必ず前に返さなきゃいけない。進行方向が決まってる。ネット越しのスポーツ。ね。何回でとかっていうのはあるけれど、前に返さなきゃいけない。サッカーはね、ボール前だけじゃなくて、後ろにも、蹴っていいし、自分が後ろに動いてもいいし、斜めに動いてもいいし。うん。で、あとは、ピッチ。グラウンドの大きさがですね、ピッチの大きさがとにかく大きいんですよ。もちろん、クリケットとか、あるいはそれに準ずるスポーツ。まあ、イギリス人が考えるとすごいですね、と思うんだけど、そう、大きいところで、プレーする。そういう、特徴を持っているんですけれど、まあ、それにしても少ないルールで、前にも後ろにも右にも左にも斜めにも、斜め後ろにも斜め前にもいいんですよ。飛ぶことも OK。なかなかないスポーツ。これはストレスがでも溜まるんですよ。浮いてるボールなのに手で、目の前にあっても手で掴んじゃいけない。ね、頭で処理したりとか、体でぶつけたりとか。なんかすごく本能的な部分で皆さん惹かれると思うんですよね。同時にストレスがすごく溜まる。で、そのストレスをどう軽減していくのかときに、その監督っていう人間が決めるんですよ。このボールはどっちに動かそう。決められた時間で。これもたまらないですね。僕はいつも人生に例えるんですけど、サッカーって人生みたいな、決められた時間がある。いつか始まりがあって終わりがある。どの選手にも始まりがあって終わりがある。そして、ある時、怪我などしたら、突然終わってしまう。これも、なんか人生だなと思います。そして、ね、まあ、リーグ戦が、だったで、一試合でもそうですし、リーグ戦、あるいは、自分のキャリアっていうもので見ていってもいいと思うんですけど、とてもなんかね、人生を凝縮しているようなもんだと思うんですね。ずっといい状況の人いないと思うんですよ。で、その舞台に上がるために、ピッチに立つために、見えないところで努力をする。コツコツと努力する。そしてコツコツと努力しても報われない人間もいる。で、小さい時から脚光を浴びている選手がある時につまずいてしまう。そんなのも、サッカーの中に、まあ、スポーツの中にあるドラマなんですけれど、とてもね、すごいストレスがある部分がたまらない。なと、僕は思ってます。それを本当に監督が、うまく導いてくれるか、まさに指導者、指で導くものになれるかどうかっていうところで、まあこれ難しいんですよね。監督と指導者っていうと、まあ、違うだろうみたいな言う人いるんですけど、ニュアンスだけ伝わってもらえればなと思いますけど、でそういうふうに思ってます。なのでサッカー監督のスポーツっていうことと、あとは、吉澤、まあ FUG 理論と言っておきましょうか。FUG 理論から考え、監督のね、優勝監督の理論。こういうものを知っていくと、ストレスが軽減できます。そうすると次楽しみにしかないです。
もうすでに聞かれました。何度も何度も。次の監督はどうなのって。楽しみにしときましょうよ。ただ、FUG はですね、いろんな、メンバーの方がおりまして、たくさんの情報を持っております。その中でもですね、あれですね、ポーランドに住んでいる、義理のお父さんがポーランドに住んでいるという人がですね、いらっしゃいまして、その方が、まあ夜中にですね、連絡を取ってくれて、で、ポーランドで今どんな風に書かれているのかっていう話だったね。ポーランドでは、まあ上からの目線で、ポーランドが日本に対して上からの目線でってことなんですね。勝つことを忘れたチームを勝たせるために彼は行くことを決断したと報道されているそうです。いいじゃないですか。事実だもん。勝つことを忘れたチームでは15試合引き分けですよ。どんなだって年間34試合しかないうちの15試合引き分け見せられたらたまったもんじゃないですか。NN さん、リカルド体制失敗は監督の力不足もですが、フロントと強化部の仕事不足、五分五分だと思います。クラブの監督選手がどれだけストレスなく同じ方向を向いて仕事ができるか、フロント強化部がどれだけチームへのフォローやバックアップができたのか、西野のテクニカルダイレクターが反省文作成中、楽しみにしています。僕は全く楽しみにしてないですよ。成功か失敗しかないじゃないですか。違いません？成功か失敗しかないじゃないですか。テクニカルダイレクターの危機感もこれから調べていけたらいいなと思いますね。能力の高いテクニカルダイレクターかどうだったかってことですよね。大失敗でしょ？思いますよ。FG、もう最近は少し、期間空いちゃってますけど、強化っていうのは常に続けなきゃいけないんだっていうことは、セニョールが嫌味半分ですが、俺なんかもうたっぷりですよ、いつも。なぜかったら嫌味っていうのは、ごめんなさい、ちょっと話それちゃうんだけど、嫌味っていうのは、よく言うじゃないですか、アンチとファンチの違いなんですけど、アンチじゃないんですよ、嫌味って、実は。嫌いだったら言わないんですよ、そんなことも。そうなんですよ。嫌いだったら言わないんですよ。相手しないんですよ。だから、今に見てろよみたいなことを言うけど、今に見てろよって言って、やられちまったら、ほら、ざまみろって言われるわけじゃないですか。そう、ずっと言われてきたわけよ。浦和レッズ、我々は、第一世代は、お前ら、言ったって勝てねえよって。でも俺たち勝った時に、一回だって勝った時に、ねえ、そうだね。ほら見たことかなんて言わないよね。ほらね。勝ったよ。やっと勝ったよ。君たちに言ってくれて、よかったよ、ね。あんたたちに勝てなかったから。でも勝てたよ。嬉しくなって、嬉しかったよって。十分な嫌味でしょ。それ。まあ、残念ながら、僕は西野、今年何度も、何を言いたいかって、今年何度も、リカルド体制が NG だっていうタイミングはもうあったと思うのね。俺はもう早めに言ってるからね。アーカイブご覧になってもらえればいいんですけれど、難しいなって。で、そもそもにおいて、状況として、要は、旧体制にいて、まあ、年齢が高くて、給料が高い選手、ね、コスパが悪い選手を、まあ、チームの外に出すということに関しては、強化部と協力してうまくいったのかもしれないけど、じゃあ、それに反して、もっと重要なサッカーの部分で NG だった部分が、ちょっと多かったかなと思うのね、リカルドはね。で、リカルドのことに関しては、まあ、終わったことなんで、もちろん、総括という部分に関しては、改めてしたいんだけれど、現状彼の、未練節が、連発してるので、もうちょっと整理した状況の中で出したいと思う。
思います。あんま言わなきゃいいのにって俺は思うけどね。言わなきゃいいのにと思うね。あんまり言ったって、プラスじゃないでしょって。だってまたこのチームと仕事するかもしれないのよって俺は思うのよ。だけど、あんま言うと仕事できなくなるね。うん。でもさっきも、ウエストハムユナイテッドのアラダイスかなとか、何でもやってるでしょ監督。だから、最後は、うまくいくかいかないかわかんないけど、立て直すときは、もうとりあえず、彼、あいつにやらすとけみたいな状況があったりするわけですよ。で、そういう、こう、関係を作るためにも必要じゃん。だから、あんまり言わない方がいいと思うんだよ、俺。うん。で、理解、私はこういうふうな道をするのを理解してると思いますっていうのも、わかるでしょ ?15 引き分けもしたら、もう普通は難しいのよ。そして、浦和レッズだからね。だって目標に、で、しまいには目標設定が間違ってるって言い出したんだよ。だって、それで受けてるわけでしょ、仕事。ありえないって。ありえないって。反省文なんか読んだって言うしかないですよ。本当にね。これはもう、問題なく僕はそこに対して、言いたいなと思う。嫌味どころかはっきり言いたいなと思いますね。何やってんですか?ただ、前に進んでないと思いませんよ。今回みたいな状況があって、監督交代がない状況で言ったら、ちょっとこのチームも NG だなと思いましたけど、そこに関しては、あ、監督変えるのなんて、分かってんじゃないのっていうふうに思いましたけどね。で、この後どうなるかと。で、もう一つ、法則から考えると、楽しみなんです。新しい監督が来たら優勝の可能性やっぱ増える。それは歴史が物語。いうことですね。じゃあそろそろですね、本日のテーマに入っていきたいなと思うんですけど、あ、ちょっとこれファイルをこれか、ちょっと待ってくださいね、これだ。よいしょ。さあやっていきたいと思いますね。今日はリカルド去って浦和日刊興梠慎三という、まあ、こういうテーマなんですけれど、ちょっとやっていけたらいいなと思います。さあ次、まあ今日ですね、日刊スポーツで興梠慎三復帰へと、若手主体で西川周作と頼れる存在に、今季は札幌に期限付き移籍で5得点。まあ西川周作をなぜそこに出さなきゃいけないのかよくわかんないですけど、あ、それは西川がいいとか悪いとかじゃなくて、どう、別に復帰するっていうことだけあって、若手主体でとかって、そんなに浦和レッズのなんかリカルドを若手に、若いチームになったっていうふうに言ってるけれど、それってさ、要は、安倍ちゃんいなくなって、まあ、慎三がこのタイミングで、レンタルでいなくなってて、ね、宇賀神がいなくなって、牧野がいなくなってって、要は30代の選手がごそっといなくなったわけですよ。それで、平均年齢が少しこう下がったっていうことを言いたいんだけど、1歳くらいだよ。ね。これ出しとけばよかったですね。また出しておきますんで、そんなに平均年齢もうすごく下がったわけじゃないですよ。だって岩尾が入ってたからそんな変わんないんですよ。試合の中でずっと岩尾が使われてるから、試合に出てる平均年齢、大畑が出ててもそんなに変わんないんですよ。そこで中和しちゃうから次で、興梠慎三はですね、2013年から浦和でプレーしております。今季札幌に移り5得点を記録と、通算163得点は J1 歴代得点単独2位です。得点ランキング単独2位でございます。はい。すごいですね。気がついたら163得点。で、5得点なんですけど、今シーズン、まあ、最終戦残念ながらどうしたのかな、コロスケだったのかな、出場がなかったです。うん。それはね、とっても、本当に残念なんですけれど、まあ、5得点はですね、興梠慎三5得点。ちなみに他のチーム見ていきましょうかね。36位なんですけど、ゆるき荒野、5得点。この2人がいたら浦和レッズ10得点あったのかな、とか。そんなふうに思いますけどね。興梠慎三、今シーズン出場は、これね、21試合。昨年確か20試合なんですよね。
で、昨年は知っての通り1得点。今年は5得点。私何が言いたいかと。うん。ねえ。あ、カズさん？そうね。立花さんがあそこまでプロセスについて自信を持って発言されたのは少し意外でもあり、心強くもありました。まあ決断した人だからね。興梠慎三、昨年はほぼ同じシェースで1点。今年は5得点。何が言いたいかなって。そう。彼らが出ていった。ん？何ですかって。この方は誰かなと思ったら、まあ、リカルド・ロドリゲス。ね。興梠杉本は彼らが出ていった。これは僕聞いたわけですよ。来年、レンタル出てる選手を呼び寄せるつもりありますかと。得点力不足の時かな。その時に、まあ、興梠や杉本は彼らが出ていったと。これは試合後の会見の時だったかな。そういう話を。すいません。定例会見だったかな。ちょっと忘れちゃいました。でも、自分が聞いた話です。彼らが出ていったっていう話をしてびっくりしたんですね。引き止めねえのか、使わねえのか、そりゃそうだよなって。それは、アーカイブご覧になってください。お叱り受けましたけどね、伊藤良太郎もだろうって言われたんですけど、早々に伊藤良太郎選手はいなくなってしまったんで、ですけど、今季9得点かな。ね。それで、まあ、裏を去った選手、興梠慎三、今年5得点。武藤勇樹7得点。木下康介12得点。もう、激しくゴールを増やしております。激しくゴールを増やす。ですが、リカルド監督は彼らが出ていった。で、現在も、裏列に席がある選手に対しての話だったんで、僕は聞いてみたんですけど、そういうふうにね、監督はおっしゃってましたね。まあ、そういう中で、今日ニュースでございます。興梠慎三が、心臓浦和に帰還と。結構嬉しいニュースですね。皆さんいろんなところでお話ししてると思います。興梠慎三浦和に帰還と。つまりそういうことなのかとね。理由は明確でございます。理由は明確でございます。選手とはですね、使われて存在価値があるものなんですよ。試合に出てなんぼ。その中で、興梠慎三が冷遇されているのを見て、まあ僕も冷遇だと思います。リカルド監督はそうではないって言うかもしれないですけど、僕らは、で、僕は言ったんですよ。会見の時に言ったのは、ね、毎年10点以上取ってる選手がいると。ね、毎年10点以上取ってるんです。あなた以外の監督の時には。ちょっと興奮気味にリカルド、話を戻してきましたね。で、それだから、もしかしたらそこで興奮したから、いや、彼らが出ていったっていう売り言葉に買い言葉みたいになったのかもしれないけど、いやいや、どうしてって。僕ら見てるから。興梠慎三が1得点の選手じゃないってことは見てるから、やっぱりそうじゃん。今年5点取ったじゃん。それも、ね、いろんなことがあって、試合数が伸びなかった。出場試合数が伸びなかった。ほぼ同じ試合数、だったのに、興梠慎三は、今年5得点取ってるわけですよ。これが何を意味するかですよ。そう思いません？興梠慎三。こう間違っちゃうといけないんで、もう一回確かめてみますけどね、これ。興梠慎三選手。今年は21試合。昨年、浦和レッズそうです。やっぱり。20試合です。出場20試合。得点1リーグ戦。これが何を意味するか。今年は、札幌で21試合に出場5得点。これが何を意味するか。そう思いますよ。僕はね。はい、で、選手は存在価値がある。使われて存在価値があるということで、ミハイル・ペトロビッチ監督が呼んだと。そこに行くと。まあ、ここはまあ信頼関係がありますからね。そして、まあ、ミシャの方としても、まあ、心臓をそこに置いときゃどう仕事してくれるってわかる。まあ、そういう意味で言うと、取り扱い。ね、取説ですよ。よく、読まなくたって心臓こうすりゃいいよってわかる。ね。で、興梠慎三はね、よく浦和でユニフォーム、まあ浦和で引退するんだっていうことを、まあこれまでも
公言してくれております。その中での札幌へのレンタル論移籍だったので、皆さんがですね、すごく心を痛めたりしたと思うんですよ。本当かって、もう戻ってこないのかって、心臓の赤いユニフォームは見ることはできないのかと。ねえ、マゲちゃん。裏のエース復帰が真実ならこれほど嬉しいものはないです。まあ、いいんじゃないですか。報道で出てますから。日刊スポーツさんが出てるわけであって、何度も言っておきます。日刊スポーツの報道でございますね。僕はこう思っております。興梠慎三、約束を守る男だと。ね。まあ、なんていうんですかね。義理堅い男。昭和な男ですね。まあ、昭和な男って言ったら、それは俺たちですね。まあ、昔、なんですかね。言葉はうまく喋れないけど、みんなに伝えるのがうまい。本当に背中を、で語る男かなと思ってます。それが、興梠慎三です。興梠慎三です。そうじゃないですか？僕はそういうふうに思ってるんですよ。で、皆さんの興梠慎三表をですね、コメントいただければ合わせて紹介していきたいなと思いますけど。まあ理屈はいらない。彼こそが浦和レッズのアイコン、シンボルでございます。特にね、この優勝がない2013年に彼は来たわけですけれど、そこから非常に苦しく辛い状況、ね、の中で、たくさんのですね、喜び、僕らに、伝えてくれております。素晴らしいですよ。浦和に来た、その年に13得点。ね、前年鹿島アントラーズで11得点。それを上回る13得点。翌年、2014年も12得点。2015年、12得点。2016年、14得点。ね、2017年、20得点。2018年15得点、2019年12得点、ここまでの数字ですね。1、2、3、4、5、6、7年間、鹿島から浦和に移ってきた7年間で、鹿島時代の成績よりも下回ることはなかったんですよ。それがまあ2020年、怪我なんかもありましたね。なかなか難しい状況の中でも彼は10得点を達成するんですよ。にもかかわらず、リカルド監督で1得点。これおかしいですよ。そんなことがね、急に点が取れなくなるはずはない。そう思いました。なので、まあ最初はね、札幌に行って言ってました。二桁得点してくれと。二桁得点して浦和に戻ってきてくれって。残念ながら試合数が、伸びなかったですね。21試合の5得点。でも、十分に可能性を見せてくれてますよね。特に、終盤に復調してきてからの興梠慎三ね、今でも、まあ、ダイナミックなジャンピングボレーからのシュートみたいのを見せてくれたりとか、能力半端ないですよ。まだまだいける。走るも走れるし、ディフェンスラインの突破は、もう、ピカイチですね。間違いなく。オグムスさん、こんにちは。本日健康診断で遅くなりました。初めて胃カメラしんどかったですが、良いニュースで、来シーズンのレプリカは30にします。おー、なるほど。バゲちゃん、小泉選手が壁にぶち当たった時に興梠選手がアドバイスをしてもらったことで今の自分があるとどっかで読んだ記憶があります。うん、ね、宮崎弁でね。NN さん、次期監督にはぜひともユンカーと慎三のツートップを実現してほしいです。見たい。誰がやってもいい構わないです。使い方を点が取れる監督だっていうこと、選手だっていうことを見抜いてもらいたいですね。それは年齢じゃないと思うんですね。うん、オーバーサーティーの選手たちが躍動しているのが今の現代サッカーですから、そういう部分ではまだね、しっかりと5得点、数字を残している部分で、それは見せつけてもらいたいですね。本当に2021年度の1得点というのが下せないですね、私は。まあ、とにかくね、
さっきも言ったように、理屈のいらない浦和レッズのアイコン、それが興梠慎三です。ということでですね、皆さんもですね、なんだか興梠慎三が戻ってくるということですね。そう。頭をよぎってるんじゃないかなと思います。今夜は、私、そうです。こっちが食べたいと思います。ローストチキンコロギ、北浦にもありますので、僕行ってみたいなと思って、昨日もね、見かけて行きたいなと思いました。やっぱり、興梠慎三といえば、ローストチキンでしょ。これはもう、ズバリですね、これスライド作っててですね、あ、生きて、食いてって、今もうお腹減ってるんで、もう行っちゃおうかなとかって、そんな風に思っておりますが、車あそこに止め、銀行に止めて、銀行で用事済まして、そのタイミングで、ちょっと行って買ってこようかなって。何にしようかな、半身にしようかなとかね。そんな感じで思っておりますが。はい。美味しそうでしょう。美味しいんですよ。僕は食べたいと思っております、ね。うん。これについてもご意見いただければなと思いますね。まあ、伝説はですね、終わりません。ええって。神話でございます。動く吉田浩一は皆さんね、なかなか見てないと思いますけれど。はい、ここでですね、あ、そうですね。またローストチキンの売り上げも上がりますねって。まあ、でも下がってないんじゃないですか。美味しいですからね。あ、ネックが一押しですか。わかる。ちょっと待ってください。この、興梠慎三の話をするにね、そうですね。ローストチキンも上がりますねって、ネックが一押しです。まあ、それ人それぞれですね。はい。それ。さあ、で、今、ヴィッセル神戸のエンブレム出てきてますけれど、ちょっとこう思うことがありまして、あ、そうか、これ、ぴったりでもよかったんですね。ここに。どうもね、ヴィッセル神戸の三木谷博史会長のですね、インスタグラムで、こんな、Thank you for great 18 years ね。I love Vissel. I could have done better. But I think I did my best. ちょっと英語得意じゃないんですけど。素晴らしい18年間をありがとう。Vissel 愛してる。もっとよくできたかもしれないけど、最善を尽くしたと思う。こんなメッセージを深夜にですね、三木谷会長載せてるそうです。どういうことだろう。まあ、ヴィッセル神戸から逆転が撤退するってことはないだろうなと思ってるんですけど、ないとは思ってるんですよ、僕も。だけど、三木谷さんが、この、ヴィッセルに関わらないのかなとか、まあ、ちょっとわからないですけど、そういう意味では、今年1年間なかなかね、まあ、この前もほら、新しい選手の獲得の話出てるくらいなので、そういった裏付けがないものままではないと思いますし、まだイニエスタとの契約も残ってると思いますし、まあ、その部分でヴィッセルと楽天の関係っていうのはね、継続だと思いますが、大体においてユニフォームの色まで変えてるわけですから。ね、エンブレムにはかつての、このね、白と黒残っておりますが、この、何ですか、なんとか、レッドっていうんですか、クリムゾンレッド。まあ、そういう色にしてるくらいなので、まあ、楽天とヴィッセルの、まあ、その蜜月関係はまだ続くと思いますが、まあ、三木谷さんのこの意味深な発言っていうのは、ちょっと、まあ、J リーグの仲間としてもね、まあなかなかこう気になるところですよ。だって本当にイニエスタみたいな選手をですね、呼んできてくれてるわけですから、はい。一つそれは、J リーグの起爆剤になったとも思いますよ。やっぱり、万のね、人をね、運んでくる。なかなか埼玉には来てもらえなかったですけどね。小泉選手は試合後のインタビューでは、自分はリガルドさんのオーダーでいいのかな、オーダーで来たのではないと言ってましたね。最初にオファーがあったと。小泉選手のインテリジェンスあふれるプレー、それでいて、ファイターなところが好きなので、来シーズンも活躍してほしいですねって、いるでしょ、大丈夫でしょ。うん。
報道の中で、こう、僕、こう、例えば今日報道を大きく扱っていますけれど、振り回されないでもらった方がいいと思いますね。振り回されないでもらった。自分の目で見て確かめるのが一番だと思いますね。例えば昨日もちょっとこう、お話の中であったんですけど、その、どうしてかがあるわけです。どうしてかが。うん。片方しか知らないと、片方のことを言われるとすごいイラッときたりするじゃないですか。うん。だから、その、リカルドですから、小泉のことは知らないわけはないんですよ、J2 で。J2 の選手は本当に詳しいですから。ただ、すごく欲しかった選手があったらそうじゃなかったかもしれないですね。ね、キャンプでは武田とかも多く使ってましたから、ただ同じ選手が、被さるんだったら違うチャレンジをさした方がいいんじゃないのっていうふうに思ったのかもしれないし、まあ今回、レンタルしてる選手というがどれだけ裏に戻ってくるのか、どういう契約をするのか、まあ、強化部がどのように変わっていくのか、あるいは変わらないのか、こういったところも踏まえて見ていかないといけないと思いますね。ただし一つ言えることは止まるわけにはいかないんです。なので全部が同じなのか。全部が同じだったらちょっと厳しくは言われると思いますよね。誰かが何らかの形で、連れてきた側にも問題があるんじゃないかっていうことは言っていいと思うんですよね。リカルドをって言った時に、いや、リカルドを選んだ人がいるわけでしょって。で、その人は、なんかまた選ぶ人同じだったら同じ結果になるんじゃないですかくらいのことは俺は聞きますよ。正直。いや誰も聞かないんだったら俺は聞きますよ。てか、本来こういう話は出るでしょってことなんですけどね。その、リカルドの、その、去就に関して、だってみんな続けると思ってたわけですから。でも俺はこれで続けたらどうなのかなと思うから、僕は聞いたわけでしょ。3年、去年の成績よりも落としたらどういう考えを持ってますかっていうふうに言ったら、クラブの広報が、いやいや、ちょっとその、クラブ、リカルド監督の去就については、いやいや、そうじゃなくて、一般的に聞くのが普通でしょって言って、静止を振り切ったんじゃなくて、いやいや、それを止めたりと、質問を遮ったりとか、あるいは忖度してそれを聞かないっていうのはおかしいでしょっていうことを言ったわけです。まあ、リカルドそれに答えましたけどね。答えたけど、まあ、正しい答え方じゃなかった。もう終盤に関しては皆さんが知る通りですね。まあ、ほとんどのことは、クラブのコメントに出てるんです。ただ、あれね、一部カットされたりするんですよ。うん。一部カットされたりするんです。ただ、同じ会見に出てるんで、出てた人の、言葉をそれぞれに重ねてると、あれ、オフィシャルにはここカットされてるなってところは載ってるところですから。はい。なんで、まあ、そういう部分があれば、をチェックしてってもらえればいいんじゃないかなと思いますけど、カットする必要ないと思うんで、オフィシャル、すべてが、まさにオフィシャルの会見で出てるもんだったら、ね、それがカットされるのはどうしてかなと思うんだけど。うん。いつもそういう部分で難しい質問をしていったと思うし、リカルドからしたら自分を、こう追い出そうのグループの一員みたいに思ったかもしれないけど、そうじゃなくて、本来聞くのが普通だから。聞かないんだったらおかしいでしょって話なんで。で、誰がどう呼ぼうが、使うのは監督なんで、監督のスポーツなんで。はい。で、特に、この、最近の動画を見てもらって、皆さん少し気がついてるかもしれないですけど、就任した年に優勝する監督が多いってどういうことかわかりますか？いわゆる食材を見てどう料理するかっていうことを、しっかりとイメージできる人、そして、正しく食材を扱えた人が勝利することができるんですよ。自分が選んで、俺も昔は分かんなかったから、自分が選んでない選手だったら難しいよねと思うんだけど、自分で選手を選べるのは代表の監督だけなんですよ。まあ、ハリル・ホジッチはそうじゃねえっていうふうに言ってましたけどね。だからそうなのかもしれないですね。なんか枠があるから。自分の意見だけでは難しいようなことを言って、あの人はクビになっちゃったわけだけど。でも、基本的には、
クラブのこういったか、チームで全部の選手が入れ替わることっていうのはないんで、そうなった時には、就任した監督が今ある素材、その素材をどう、シェフであるならば、どう料理するのか、じゃないですか。ね、アーティストであるんだったら、どうイメージして作品を作るのか。これ難しいんですよ。サッカーだからなんかね、食べ物にするなとか作品にするなとか言うんですけど、これはもう例え話だから。いわゆるサッカーのアスリートをどう一つにまとめるかっていうことですよ。同じ方向性、ゴールを取るためにどういうふうに、配置して、そして試合展開に応じて、どういうようなサッカーを選択していくのか。これはもう監督の手腕なんですよね。だから監督のスポーツでもあるわけ。誰がどういたって、それを使いこなすのか。だから会社なんかそっくりなんですよ。僕会社になってない、やったことないかわかんないけど、会社はそうでしょ？うん。すごく思いますよ。最近床屋さんに行ったんですけど、床屋さんでも思いました。店長が変わっててびっくりしたんですよ。店長が、まあ、辞めたからって違うとこからやってきたんだっていう店長がいて、ああ、やっぱ会社だよねって。で、もうそこで働いてるスタッフは前の店長の元でやってたわけだから。ね、その子たちがどう、ね、変わっていくのか。まあ辞めちゃうのか。まあ辞めちゃうなんてあるわけですね。上が変わったら辞めちゃうとかあるけど。うん。だけど、あるいは辞めないにしても配置転換があったりとか。でも、まあなんか見た感じになると、今まで暗かった感じの子が明るく声を出したから、もしかしたら前の店長と折り合いが悪かったのかもしれないな、なんていうのって。ああ、すごいサッカーチームと似てるな、なんて思ったわけですよ。なので、そこも、すごい魅力的な部分だと思います。就任年の監督が優勝するっていうのは、どうその、与えられた素材を、どうやって扱っていくのか。いうところにあると思いますので、それをですね、もちろん、コーチだった人が監督になり優勝するというパターンが今年も生まれました。ね、今年も生まれました。これは桑原隆さんの時からあることだよね。早野さんもそうだったのかな。そうすると、コーチから監督になって優勝するっていう、形が一つ、一つの形としてあります。森保さんにしろ、鬼木さんにしてもそうです。なので、なおさらそういう部分を見てね、どんなパターンがあるのかってことですね。日本のパターンをそれ見てってもらえればいいです。まあ、外国人監督になるっていうことはほぼ決定しているようですので、まあ、それを待って、改めて話は、新しい話はそこでしていきたいなと思いますけど、新しい監督の話をしていくんであれば、まあ基本的には最初はマイナスの話じゃないでしょうね。なぜかって言ったら可能性としては、ね、優勝の可能性が、歴史的なデータを見ていけば、増えるというところですね。ただもちろんありますよ。それが何人だとかね。日本人だったら、連覇の可能性が高いんじゃないかとかね。外国人で連覇してるのはブラジル人しかいないとか、そういうデータはありますけれど、風穴を開ける、新しい歴史を作る、もしかしたら、そういうきっかけになるかもしれませんので、かつてはね、バルカン半島からかなり多くの、指導者が日本にやってきて、指揮を取りましたが、優勝したのはなんとストイコビッチだけなんですよね。ベルデニックもオシムも、そしてミシャも、ね、ポポビッチもみんな取れてない。そういうことも一つ、今日の最後に付け加えておこうかなと思います。そう、そして最後にもう一つ、メンバーシップの坂井さん、おめでとうございます。昨日はですね、競馬、アルゼンチン共和国杯、見事に当てたということで、素晴らしい。いつもお世話になっております。応援していただきありがとうございます。ね、素晴らしいと思います。ドンピシャですね。そんな風に
浦レッズも、いい監督当ててもらいたいなと思います。はい、ギャンブルではないですけどね。はい。ということで、終わり、今日はお開きにさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。吉田浩一でした。失礼します。チャオ。